こんにちは、花根山さん。 YouTube って本当に稼げるんですかね。まあこういった質問、ネットビジネスって稼げるんですかって質問来ますよね。まあそれについて私がね、お答えする形ってのはもう随分前からできていて、それは何かっていうとね、まあ稼ぎますよって言ったりね、あなた次第ですよとは言わないんですよ。こう、なんて言いますかね、ちょっともったいつけて言いますけど、どう思います？私どう答えると思います？ちょっと考えてみてください。答え出ました？答え出ます？私の返信っていうのは一番最初決まってるんですよ。例えばね、 YouTube って稼げるんですか？どうすればいいんですか？ネットビジネス稼げるんですか？詐欺じゃないですか？本当ですか？って聞いてきた人に対して私の答える最初の言葉っていうのは、どう思いますかってことなんですよ。どう思いますかって聞いて、私が回答を伝えるよりもね、その人が探りながら私の回答をこうね、近づいてほしい、探りに来てほしい、探しに来てほしいってことなんですよ。で、これはですね、逆説的なんですけども、多くの場合言えるんですよ。指導するから行動しないんですよ。で、これはね、多くの方が多分行き詰まるところの一番大きな壁なんですよ。最初にネットビジネスを活動して自分の実績をもとにね、転売だろう、ポイントサイトだの、自己アフィリエイトだの、ちょっとできて発信しだすと、まあさすがにね、すぐに何人か来るんですよ。教えてくださいっていう風にして、で、分かりましたって教えちゃうと、行動っていうのはすごく鈍ります。なぜなら、分かんなかったら教えてくれるっていう依存が始まるんですよね。これね、実はですね、学校教育とむちゃくちゃ似てるんですよ。チャイムが鳴って教室入りますよね。座ってれば勝手に授業が進むんですよ。だからこの形のまんま、人は何かね、人が自分が指導者になった時、同じようにやるんですよ。じゃあ一番最初にこれやりましょうかって言っちゃうんですよ。これ完全アウトですよ、こんなの。これほとんどの方が多分これやってると思うんですけどね。こんなことしてたらその人は伸びません。もう簡単に1ヶ月2ヶ月で消えていったり、まあ1年もたないですね。月収100万なんて夢のまた夢なんですよ。こんなこと、こんな指導方法やってるからみんな潰れていくし、ネットビジネスは詐欺だって言われるんですよ。要するに指導者が指導の方法全く分からずに、指導の方法手探りで、しかもお客さんで試してるんですよね。こういうのは私すごくね、無責任な行為だと思うんで、やらないようにしてます。そういう意味で私はどう思いますかって聞くようにしてるんですよ。これは質問してきた人の中の答えを私が探りに行ってるんですよね。どう思ってるのか、そしてどこに立ち止まる原因があるのかってことを探りに行ってるんですよ。で、これは私のね、勝手な感覚なんですけども、ネットビジネスやろうかなっていう人には3種類ぐらいの人がいるって分類してるんですよね。まずはやる人ですよね。ちょっと道義付きやったりとかしたらやる人、例えば私が返信動画を送りますよね。そしたら返信動画をかましてくる、このやり取りが続く一部のやる人っていうのがいるんですよ。これが大体 5% ぐらいだと思ってください。あとはね、やらない人、これはすぐやめちゃう人も込みです。やらない人、久保さんお願いしますって感じでアドバイスだけ聞いて、アドバイスを例えばするじゃないですか。やらないんですよ。アドバイスをどんだけしてもやらないんですよ。いろんなことでプッシュしてもやらないんですよ。で、速稼塾入りますかって言ったら入らないんですよ。で、結局こういう人っていうのが情報発信者の時間をものすごくね、無駄食いするんですよね。で、いくらリソースを提供してもやらないんですよ。要するにズブ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 投げる分だけ底なし沼に入っちゃうんで、指導する方としてもすごいトロー感があるんですよ。しかも成長しないんですよ。本人はいろんな情報を聞いて成長したつもりでいるんですけども、全然進化してないんですよ。で、全然進化してないからメッセージの中にそれを込めるんですけども、その人は他人のことだと思ってね、あ、自分のことじゃなくてよかったってなってるんですよ。だから潰れていくっていうかね、やらない人なんですよね。ただ連絡が来るんですよ。やらない人ほど連絡するんですよ。さあ、この人が 5% ぐらいいます。やる人 5%、 やらない人 5%、 じゃあ残りの 90% はどんな人ですかってことなんですけども、これはね、やれる人なんですよ。できる人なんですよ。じゃあなんでこの人たちがね、 90% の人がやる人でもなくやらない人でもないところに入れられてるか、この曖昧なところに入れてるかっていうと、これはね、ひとえにね、やらせる方のアプローチの仕方が悪いんですよ。長続きしないような語りかけをしてるんですよ。だから私冒頭に言いましたね、どう思いますかって聞くことにしてるんですよ。どう思いますかって聞くことにして、いや、なんかやり方によっては稼げると思うんですけども、
なんかどうなんですかねみたいな感じでね、まさにそれやり方によっては稼げるんですよ。いや、よく知ってますねって感じですよね。それは質問した人が自らたどり着いた答えなんで、もうその人はね、それを胸に刻んで次の行動に変えてくれるんですよね。じゃあやり方によってあってどんなやり方があると思いますかって私聞くんですよ。もはや私が答えることはないです、この時点で。その人の答えを一緒に探しに行ってるんですよね。そうですね、なんか転売ってのがあるじゃないですか。あれでも稼げそうだし、そのアフィリエイトを一人でやる自己アフィリエイトとかポイントサイトみたいなのがあるのも聞いたことがあるんですけども、あれって本当に稼げるんですかってくるんですよね。じゃあどう思いますか仮にポイントサイトが全く稼げないのに、ポイントサイトってどこから収益上げてると思いますって聞くんですよ。自己アフィリエイトって全く儲からないとしたら、ユーザーが儲からないとしたら、自己アフィリエイトの会社はどこからお金いただいてると思いますかって答えるんですよ。両方とも答え一緒ですよね。自己アフィリエイトをやったりとかポイントサイトの案件をやって、ユーザーさんに借金するから、ポイントが入るからこそ、その一部が ASP にも入る。だからその ASP っていう会社は次のビジネスにつなげていけるから、何年も継続して上場までしてるんですよってことなんですよね。こういうふうにして一緒に答えを探しに行くんですよ。そうなるともう完全にですね、その方は稼げるんですかっていう質問はもうなくなってるんですよ。稼げるところからスタートになっちゃうんですよね。だから一歩進むんですよ。しかもそれは私がね、稼げますよって一言も言ってないんですよ。どんどんどう思いますかってことを掘り下げていくだけ。そして本人に答えさせるんですよ。本人に気づいてもらうんですよ。要するにビジネスって人に指導されないとできないってことじゃ、これできないんですよ。自分で課題を設定して自分でその課題を解きに行くことの繰り返しなんですよね。テストマーケティングっていうね、かっこいい言い方ありますけども、仮にこうやったらどうだろう、仮にこういう決まりがあるとしたらどうだろう、仮にダメだったらどうしよう、こういうふうな自分で仮説を設定して、その仮説に対する答えをいくつも探していく、それがビジネスなんですよね。だからお客さん来なかったらどうしよう、いやどうします、お客さん来なかったらどういう手を次打ちます、値下げですか、それともキャンペーンですか、広告ですか、口コミですか、セミナーですか、ね、いろんな選択肢があるんですよ。だからそこにうまくいってないんだよね、これをやりましょうっていうふうにその人が考える前に指導してしまうと、その人は永遠に考えられなくなっちゃうんですよ。聞けば答えてくれるってなっちゃいます。似たようなことで検索をすぐかける人もダメですね。検索すると答えにはたどり着く可能性高いんですけども、自ら答えを探しに行く過程っていうのをね、なくしちゃうんですよ。そのチャンスを失うんで、検索して出てこないものはもうお手上げになっちゃうんですよ。でも検索のセンスが高ければどんな答えにもたどり着けますけども、センス高くないんですよ、ほとんどの方は。検索の仕方なんて全くデタラメなんですよ。しかも検索した結果、誤情報にたどり着いて正解だと思っちゃうんですよ。だからたちが悪いんですよね。だから嘘を嘘として見抜けないと情報ってのは扱えないわけなんですよ。でも検索結果が本当だと信じちゃったり、せっかく本物の検索結果にたどり着いたのに陰謀論だとか言ってね、否定する人もいるんですよ。であと第3の、答えですね、わからないって答えもしっかりと受け止めないといけないのに、白か黒かに決めてしまうのは危ないですよね。世の中には分からずに、分からないんだけども進められるってことってあるんですよ。曖昧なまま進められることってね、とかくビジネスには多いです。そういうことがお互い分かってないけども売り上げ上がっちゃった、あるんですよこれは、だからそれを当てにしろってわけじゃないですよ。でも全てのことに原因と結果を求めていったら、そもそも原因と結果がないこともあるんで、まあ無理に言うとすればですね、原因ってのは自分が気づいたから、結果ってのは誰かが気づいてくれたから、これに尽きるかなと思いますよね。はい、ということでね、今回はね、YouTube で稼げるんですかっていうところから私なりのやり方をお話ししました。まあこのね、やり取りとして稼げないってことはないですね。自分でたどり着いた答えだから、私が指導してないんですよ。だから私が指導したら、その人は、私が指導してる間は稼げるんですよ。ただ指導が終わったら稼げなくなります。それじゃ意味がないんでね。ビジネスって誰もいなくなっても、師匠が死んでも自分の売り上げを作っていけるってことなんですよ。でね、あとやる人、やらない人、やれる人、この3種類に私は分けていて、ほとんどの人はやれる人なんだと。やれるんだけども、指導者が指導するからできなくなっちゃうんですよ。だからやれる人ってのは、自分のどこがどう覆ればやれるのかなってことを自分でね、探りに行くことが大事なんだけども、それを指導者が阻害するんですよね。答えを教えちゃうから、ダメなんですよ。それは一緒に考えてあげることが大事ですよね。どう思いますかとか、ね、どうしましょうか、私にお手伝いすることできますか、私はどんなことを手伝えばいいですか、ね、いや拡散お願いしますと来るんですよ。 OK、 拡散できます、よろしくお願いしますって感じですよね。
サムネイル作ってくださいって言ったら、いや作りますね。もしサムネイルの作ってくださいって私がね、作らないって言ったらどうしますって聞くんですよ。いや作りませんよって言ったらどうします、5万円って言ったらどうします、5万円なら払いますっていうか、もしくは5万円だったらですね3万でなんとかなりませんかっていうことになるかもしれませんし、お金がかかるんだったら自分で作りたいんで作り方を教えてくださいって聞きますよね。いや分かりましたと、サムネイルを私が作るんだったら外注費いただきますけども、サムネイルをね作ってくださいって頼まれたら、作り方を教えてくださいって言ったら、それはね作り方を教えますよ。だって熟成だもん、全ての指導する義務がありますからね。熟成だったら全部指導します。でも熟成でも私に外注するんだったら外注費いただきますよって話になりますよね。だからこの辺はねちょっとね、ボーダーラインが曖昧ですけどもね、結構ね、まあそんな感じですかね。まあ YouTube 稼げますかって聞かれたからには、私はまあ答えないというかね、答えさすっていうか一緒に答えを探しに行くっていうことですよね。まあ、本当にね伸び悩むんですよ、みんなして指導者も伸び悩みますね。だから何かを指導する人って、生徒が進歩成長するからこそ自分の指導の領域も変わってくるんですよね、高くなってくるんですよね。で教えても生徒さんが何の実績も残さなかったら、ただね塾長がお金もらって終わりですから、そんな薄っぺらいことしてるつもりはないんですよ。だから私の手を離れても勝手に稼いでもう世界を旅してくれるみたいなね、そういうようなところが、私がね入り口3万円で創価塾に入っていただくための、まあ、フォーキャスト、まあ、未来予想図ですかね、そういうふうになってほしいなと思っています。ただ自ら脱落した話も知りませんよ、それは。自ら脱落する自由はありますからね、それをね追っかけていってねなんか無理やりやらせるってことはないですから、お金持ちを選ばない選択もありますんでね、ということでございます。